Atrios のプラットフォーム、たくさんのセンサーをこれから作っていただいて、それらをマイクロソフトの Azure クラウドでいろんなデータを吸い上げてきてですね、お客さんのニーズに合うようなソリューション作りをこれからも一緒に作っていきたいなと思っております。ソニーのエンジニアとマイクロソフトのエンジニアとお客さんのエンジニアとみんな集まって、もっとワイワイガヤガヤとこうしようああしようっていうのを積極的に建設的に皆さんで議論して進められてたと思います。AI コイノベーションラボというのは、ソニーさんとマイクロソフトと共同で作ったものというふうに考えております。ソニーさんの IMX500 とか Atrios の技術と我々 の Azure の技術を組み合わせることによってソリューションができます。ただもう一つ足りないものがあって、それもお客様のユースケース、その3社がここに来てそのソリューション作りをする場が必要だというところで AI コイノベーションラボというのを作ったという経緯になりますよね。エッジに強みのあるソニーとクラウドに強みのあるマイクロソフトがお互いの強みを持ち合って、お客さんと一緒にコイノベーションを作り出すっていうのが競争なんじゃないかなと思います、IoT っていうと温度センサーとかいろんなものがクラウドにつながって IoT のアプリケーションいっぱいあると思うんですけど、今僕らイメージセンサーを IoT 化して今までなかったような使い方っていうのを広げたいと考えてるんですね。画像って何はともあれデータが巨大じゃないですか。何も加工せずにクラウドに送って処理するっていうのはなかなか難しいかなっていうのがちょっと課題に思うんですよね。大きいデータの中から本当に必要な情報だけをエッジで抽出してクラウドと連携するっていうのが理想的な姿なのかなというふうに思います。僕らはAtrios というプラットフォームに取り組んでおりまして、 Atrios はそのイメージセンサーや他のセンサーをIoT としてクラウドにつなげるときに本当にさまざまないろんなユースケースに対応しないといけないので、なかなかですねそのやっぱ画像処理もできて組み込みのソフトウェアもできて、クラウドのネットワークの知識もあって全ての知識を持ってるなんかスーパーエンジニアみたいな人ですなかなかいないので、なるべくその敷居を下げてあげることで誰でも自分のやりたいユースケースにクラウドベースの画像処理、エッジ AI 処理っていうのを活用いただけるようなことを目指しているプラットフォームになるんです。Atrios と同じ志でマイクロソフトクラウドっていうのを作っております。できるだけローコード、ノーコードで、エッジ側から吸い上げてきたデータをどうにかしてこうインテリジェンスを加えてユーザーさんにメリットのあるようなものにするっていうためのツールをたくさん準備しているのが Azure サービスです。今までラボの中だと例えばリテール向けにその棚の監視をして在庫の補充をするソリューションのお話とか、部屋の会議室の人数を把握して空調をコントロールして CO2 を削減しようといったような話ですとか、そういうのがありましたよね。特に一番最初のビルで その IMX500 を採用していた案件、素晴らしい結果になったかなと思っておりまして、これはもうマイクロソフトとしても誇り高い案件とはなっております。ユースケースになっております。AI 倫理ってマイクロソフトさんだとレスポンシブル AI なんていう呼び方をしますよね。AI を使った技術を、提供する人も利用する人もどちらも、不快な思いをしないとか、ね、嫌な思いをしないために作る側が一生懸命考えることというようなイメージで、カメラビジョンを使ったアプリケーションだとやっぱその人がそのプライバシーっていうところを気にするっていうのは大きな要素かなと思っていて、で、僕らとしてはエッジで処理することでプライバシーを守ることに貢献をしようと思っている一方で、だから何をしてもいいってわけでは当然ないので、技術的なこういう、プライバシーを保護するための施策があり、かつ運用的なレスポンシブル AI 倫理のルール作りをお互い一緒にやったっていうこの2本立てで、攻められたのが良かったかなと思ってます、はい、何か新しいものを作りたい、何かしら世の中を良くしたい、じゃあどういうふうに何を組み合わせれば作れるのか、っていうところで新しい面白い世の中になるものが、生まれてくるのかなと思うんですけれども、やっぱりそこに欠かせないのがパッションなのかなというふうに私は思ってます、はい、ソニーってどっちかっていうと、エッジ側が強い会社というか、はいはい、我々の強みってその
デバイス側にあると思うんですよね。一方でマイクロソフトさんもあのデバイスももちろんやられていると思うんですけども、クラウド側にやっぱり強みがある会社だなと思っていて、はい、今僕らそのお互いの強みがちょうどうまく双方的に、ね、あの組み合わせられるパートナーシップだなというふうに思っているんです。で特にその今後よりたくさんの IoT デバイスが、それぞれエッジで必要な情報を抽出してクラウドにつながるっていうような世界が来た時に、膨大な有益な情報をきちんと分析してきちんと、ユーザーさんにフィードバックをしてっていったところをそれぞれのスケールでベストな実装方法で提供するっていうところはあのマイクロソフトさんがあの強いところだと思ってますので、連携をますます強化してどんなユースケースでも対応できるプラットフォームにしていきたいなと思っています。